皆さんこんにちは。今回は龍が如く極みで登場したボスまとめを紹介していきたいと思います。極み版ということはリメイクされたボスたちということですね。基本的に登場するボスは変わっていませんが、戦闘スタイルなどに大きな変更がありました。そういった点も含めて紹介していきます。どんな風に変わったのか楽しみだ。ちなみに一部の中ボスは今回は除外しているので、あらかじめご了承ください。最初に紹介するのは刑務所で襲ってきたヒットマン、囚人番号13-56です。食事時間の最中に襲ってきたこともあり、両手にフォークを持ったスタイルで攻撃してきます。フォークの逆手持ちスタイルは、このキャラだけなので結構レアでしたね。一番最初のボスということもあり、その強さはそこまでではありません。しかし後ほどサブストーリーで再登場するなど、名もなきボスにしては珍しく、掘り下げが行われたキャラでもありました。本編だとこういうボスはモブで終わることが多いから、そういう意味では破格の扱いかもしれないな。続いて紹介するのは刑務所から出た桐生さんが、久しぶりに戦うことになるマジマの兄さんです。オリジナル版にはなかった展開でしたね。ここで戦うことになる兄さんは、いつも通りのドスを使った戦闘スタイルです。しかし刑務所暮らしで鈍ったこともあり、1周目でこの兄さんを倒すのは非常に難しくなっています。あまりダメージが与えられない上に、攻撃力も高いので基本的には勝てません。実質イベント戦みたいな感じでした。実際にこの戦いは負けることを想定されているもので、負けてしまっても問題なくストーリーが進行します。このイベントは堂島の龍スタイルの強化に関わる、チュートリアルのようなものですからね。それと同時にどこでもマジマシステムに、関するチュートリアルでもあったな。ちなみにこの戦闘に勝つこと自体は可能で、もし勝つことができれば大量の経験値が手に入るから、腕に自信がある人は挑戦してみてもいいかもしれません。ちゃんと勝った時にはご褒美が用意されてるから、挑むモチベーションがあるのはいい調整だ。次に紹介するのはスターダストのホストであるユウヤです。ユウヤはシリーズの中でも準レギュラーのような立ち位置のキャラですね。この頃はまだ知り合いではなかったため、桐生さんを現役ヤクザと勘違いし、店を守るために戦いを挑んできました。ユウヤは過去作のルチャリブレ系のレスラーと同じモーションの戦闘スタイルをしているパワーファイターです。ガードが固く攻撃モーション中はスーパーアーマーがついています。ガタイが良くて喧嘩慣れしてる設定だから、ある程度戦い慣れてる要素が入ってるということか。さらにユウヤは体力が減ると QTE アクションや、掴みからの2種類のヒートアクションも使ってくるんです。そのため序盤のボスの中では、意外と持ち技の多いキャラとなっています。専用ヒートを持ってるボスは他にもいますが、2種類持ってるのは確かに珍しいかもしれませんね。次に紹介するのは登場回本部で戦うことになる、島の太です。本来は極み版でマジマの兄さんとの戦闘も、追加されているのですが、ここではメインボスである島野について話していきます。兄さんは島野の部下だからここで登場するのは、流れ的にもおかしくはなかったですね。島野はその巨体を生かしたパワフルな攻撃が多く、ゼロに登場したカツアゲくんがベースとなった、モーションになっています。その見た目通り屈強であり、基本的にこちらの攻撃でひるむことがありません。さらには掴んだ状態からのヒートアクションも複数持っており、さすが幹部といった強さを発揮します。島野は頭脳派でもあり、バリバリの武闘派でもあったからな。とはいえさすがに、カツアゲくんのような攻撃力ではないので、ラッシュスタイルなどで、しっかり回避をすれば戦いやすくなるんです。一部の攻撃にはガード崩し機能もあるので、防御よりも回避が重要になる敵ですね。動きが大振りだから、それだけ隙も大きいってことか。ラッシュスタイルが活躍するボスになりそうだ。次に紹介するのは林博士です。通夜外伝であるオブジエンドにも登場したりと、意外と出番の多いボスです。あんまり設定が描写されてないのに、桐生さんより背が高いのもあって、ボスの中でもかなり印象深いですね。体力の多さが語られることの多い林ですが、初代の頃は普通の体力でした。しかし戦闘スタイルに関しては、かなり大幅な変更がされており、極み版になってより強敵になりました。5で登場したババのモーションをベースにした、スタイルになっていたのです。ババは打撃技だけでなく投げ技や関節技も使ってくる強敵でしたね。林はそこに振り抜くような死闘技などが追加されています。さらにはこちらを気絶させてくる技も持っていたりと、かなりの強化が行われています。オリジナル版では使ってこなかった技ばかりだから、その時の調子でいると苦戦させられそうだ。ちなみにこちらが仰向けにダウンすると、マウントパンチのヒートアクションを使ってくるんだ。ボタンを連打して振りほどかないと、一気に体力を奪われることになるよ。ただでさえ強いババのモーションだから、なるべく攻撃は回避するようにした方が良さそうだ。
続いて紹介するのは闘技場で戦うことになる、ゲイリー・バスター・ホームズです。本来はこの戦闘の前に別の闘技場選手2名と戦うのですが、今回は3回目に戦うことになるゲイリーだけ紹介します。ゲイリーも最新作である8にも登場したりと、意外と息の長いキャラですね。ゲイリーはその体格の良さを生かした、パワフルな攻撃を得意とした戦闘スタイルをしています。モーションは5のラスボスだった、相沢と同じものです。しかして数は相沢よりは少なめに設定されているので、そこまで猛攻を仕掛けてくるということはありません。相沢は体力も多かったから、それに比べると楽そうだ。しかし技と隙だらけな動きをして、カウンターを狙ってくる技も持っているので油断は禁物です。あまり一気に攻めすぎていると、相手の発動したカウンターに、引っかかってしまう可能性があります。カウンター技を持っているボスは、強敵が多いイメージです。ちなみにゲイリーもヒートアクションを複数持っていて、その一つにマウントパンチが入ってるんだ。これも林の時同様に振りほどかないと、ダメージが増えるから注意が必要だよ。もし発動させられてしまったら、なるべく早く脱出できるようにしたいな。次はマジマの兄さんとの2回目の戦いを紹介していきます。極み版ではどこでもマジマというシステムがあるので、実際にはもっと戦っていることになりますけどね。この戦闘ではバッティングセンターが舞台となっており、最初は見慣れたドスを使った戦闘スタイルで戦ってきます。素早いスウェイでの回避と防御が難しい、刃物属性の攻撃が合わさった強敵です。専用の防具を装備してないと、刃物攻撃が防御できないからな。一応場所が場所なので金属バットなどを使うことで、範囲の広い攻撃を繰り出してダメージを与えやすくもできます。しかし他の雑魚部下も従えているため、そこからの邪魔にも注意をしなければいけません。兄さんの動きにばかり気を取られると、予想外の攻撃でチクチク減らされることもありますね。そんな強敵な兄さんですが、体力を減らすと次の戦闘スタイルに移行します。ゼロにも登場したスラッガースタイルに移行すると、動きが少し鈍る代わりに耐久力が強化されます。特にバットヌンチャクと呼ばれる技の最中は、スーパーアーマー状態になるので反撃が困難になるのです。バットヌンチャクはプレイヤー目線でも、かなり強力な技でした。そのためスラッガースタイルの兄さんを攻撃するときは、相手がバットヌンチャクに移行していないかに注意が必要です。かつては便利に使ってた技だが、立場が変わることでその恐ろしさを知ることになるとはな。次に紹介するのは伊達さんと共に戦うことになる、翔太です。翔太はスターダストのホストであり、オリジナル版ではそこまで強いボスではありませんでした。しかし極み版ではモーションに大幅な変更があり、翔の区切りにふさわしいボスになっていたのです。あまり強くなかったボスが強敵になるのは、リメイクの中でも珍しいですね。極み版での翔太もオリジナル版同様に、刃物を使った戦闘スタイルとなっています。しかしそのモーションは5でラスボスの一人を務めた、カナイのドスモーションと同じものになっているのです。細身の翔太からは考えられないほど、パワフルで強力な攻撃を繰り出すようになりました。ドス装備のカナイは手数も増えてて強敵だったから、それと同じ動きになってるのはきついな。一応この戦いでは伊達さんも味方として共闘してくれるから、ある程度そっちにターゲットを移すこともできるけどね。伊達さんは弱い代わりに実質無敵だから、他の雑魚を片付けるまでは任せる戦法が安全かもしれないよ。少しかわいそうだけどドス装備のカナイモーションは結構面倒だから、それも戦法としてはありか。ただ翔太は他のボスと比べれば体力が少ないから、伊達さんとの強力ヒートなどで削りやすいのが救いだね。これでカナイと同じくらいの体力があったりしたら、本当に一気に強化されたボスになるところだったな。続いて紹介するのは2でも登場していた、神童浩二です。神童は日本刀を使った戦闘スタイルのボスで、これは初代でも2でも同じでした。2で一気に深掘りがされたキャラでしたね。極み版での神童も日本刀を使ってくるのですが、その戦闘スタイルは少し変更されています。維新よりも後に発売されたということもあり、伊蔵と同じモーションになっているのです。維新で伊蔵を演じたのは錦山だったから、そこからの連想でそうなったんだろうか。伊蔵のモーションということもあり、かなり独特なスピードとテンポの攻撃をしてきます。この戦いは狭いセレナ裏で行われ、雑魚敵もいるということもあり、攻撃を食らいやすい戦いとなっています。伊蔵のモーションは攻撃範囲が広めだったから、それをセレナ裏みたいな場所でやられると厄介ですね。その代わり雑魚の中にも、日本刀やドスを持っている敵がいるので、それらを逆に利用することで、効率的にダメージを与えることも可能です。特にドスを使ったヒートアクションが強力ですね。こっちも武器を使うことを考えた方が、楽に倒せるボスということだな。ちなみにガントレットなどの、刃物防御が可能な装備をしておけば、ラッシュスタイルでさらに攻め込みやすくなるよ。仮に装備がなくても1対1になったら、ラッシュスタイルで攻めた方が安定しそうだ。次に紹介するのはカラーラング、ブラッティアイをまとめる赤い兄弟です。そこに至るまでブルージェットの青田や、ホワイトエッジの白木とも戦いますが、ここでは大ボスとして赤い兄弟だけ紹介します。あまり見ない二人一組のボスですね。
赤い兄弟も極み版で大幅に強化されたボスで、特に兄の方はかなり面倒なボスになっています。もともとは細身でスピーディーな兄と、巨漢でパワフルな弟という組み合わせでした。それが兄のモーションがダンススタイルになったことで、畳みかけるような攻撃が難しい強敵となりました。ダンススタイルの凶悪さはゼロの時に、プレイヤーが操作して一番体感してるからな。特に兄はダウンすると必ず復帰技としてヘッドスピンを使ってくるんです。この状態になるとこちらの攻撃は基本的に当たらないので、結果的に倒すのに時間がかかることになってしまいます。あの技はモーション自体が長いので、少し待たないといけないのも面倒な点ですね。さらに弟はあまり打撃技を使わない代わりに掴み技をよく使ってくる傾向にあります。兄弟が揃っている状態で掴まれると専用の強力ヒートを食らってしまいます。このヒートアクションは QTE などで回避することもできず、発動すると確定で食らってしまうので注意が必要です。強力ヒートを使われないように、弟の方を優先的に倒した方が良さそうだ。とはいえ攻撃頻度は兄の方が高いから、ある程度は兄にも意識を向けないといけないよ。二人に気を配りつつどっちから倒すかを決めないと、戦いが長引くことになるボスだね。自分にとって倒しやすいのがどっちかを、早めに決めないといけないな。続いて紹介するのは3でも登場することになる、ラウカーロンです。中華マフィアジャカの総帥であり、何気に登場回数が多いキャラです。セブンでそっくりさんが出た時はまさかと思ったが。極み版でのカーロンは3つの戦闘スタイルを使い分けるボスであり、それぞれ別の対応が必要になる強敵です。最初に装備しているナギナタはリーチが長いだけでなく、ガードからの反撃技が地味に脅威的です。すぐに反撃してくるので、こっちから仕掛けると高確率で反撃されますね。素手でのスタイルはカンフー系のモーションで、バランスの取れている戦闘スタイルとなっています。掴んだ状態からのヒートアクションも持っていたりと、素手だからといって油断できません。カーロンは3でもそうだったが、武器が壊れても一切手を抜けないよな。そして青龍刀の二刀流スタイルは、攻撃の出る速さが厄介なスタイルとなっています。特にその場で振り回す技は、こちらの攻撃を寄せ付けないので、ある程度距離を取って、次の攻撃が何かを見極める必要があります。キリュウさんのカリスティックのモーションにもある技で、そちらでもスーパーアーマーがあるのでかなり厄介な技です。しかしその技の最中は常に攻撃判定が出ているので、逆にカウンター系の攻撃を当てやすい状態でもあります。そのため人によってはそのスタイルの時に、一気に削って倒してしまうこともできてしまいます。リスクはあるが相手の攻撃判定を逆に利用すれば、簡単に倒せてしまうんだな。次に紹介するのはアラセカズトです。3やオブジエンドにも登場したりと、意外と出番のあるキャラです。オリジナル版ではかなり面倒なボスだった記憶があります。アラセは二丁拳銃の戦闘スタイルで、シリーズファンならもはや見慣れたモーションとなっています。オリジナル版では落ちている鉄板などで、防御しながら近づき、そこから攻撃をするというのが、安定した攻略法でした。銃での攻撃は素手での防御ができないから、それが一番安定してたんだよな。しかし極み版では桐生さんの使えるスタイルが、ゼロから引き継がれているため、オリジナル版よりも、はるかに戦いやすくなっているんです。特にラッシュスタイルの機動力がかなり高いので、簡単にアラセの攻撃を誘発して背後を取れるようになったんです。そういえばラッシュスタイルのスウェイは、マジマの兄さんにも匹敵しそうな速さだったか。アラセはちょこまかと逃げたりするものの、攻撃の際には必ず立ち止まるんだ。だからその時に背後を取ってしまえば、コンボを叩き込みやすいよ。特に連射攻撃の時は隙だらけになるから、その時は絶好のチャンスだね。まさかリメイクによって、結果的に弱体化してしまうボスもいるとは。続いて紹介するのは極み版で初登場となった、石川です。マジマの兄さんとの共闘イベントで登場するボスです。そういえばあのイベントは、オリジナル版にはありませんでしたね。石川は銃を持ったボスなのですが、近接戦闘も可能な強敵となっています。カナイと同じモーションをしており、ガードからの反撃技も使ってきます。そして当然ですが、遠距離からの銃撃も使用してくるのです。そうして聞いてみると結構な強敵だな。この戦闘では雑魚敵も複数いるので、そちらに気を取られているうちに画面外から撃たれることもあります。ある程度は兄さんが相手をしてくれますが、重装備ということもあって刃物を防御してくるので任せっきりにはできません。遠距離攻撃もできるかないと考えると、かなり厄介なボスだな。さらに石川はダウンすると高確率で、立ち上がりながら銃撃するという復帰技も使ってくるんだ。極み版では銃撃を受けると大ダメージを受けて大きくひるむから、ダウンさせても油断できないのも含めてかなりきついボスだよ。とはいえ兄さんとの共闘バトルだから、挟み撃ちにする形にすればある程度戦いやすくなるけどね。リメイクで追加された中ボスにしては、とんでもない敵だな。次に紹介するのはマジマの兄さんとの3戦目です。この戦闘でも兄さんは島野の強肩スタイルで始まり、2戦目よりもさらに素早いスウェイを行ってきます。
さらには攻撃後の隙もかなり少なくなっているので、こちらも素早い判断が求められることになります。となるとこっちもラッシュスタイルで、挑んだ方が良さそうですね。しかし後半戦になると兄さんは、素手での喧嘩師スタイルになります。このスタイルは攻撃の間が、シマノの強肩スタイルより少ないため、一度食らってしまうと、そのまま連続で食らいやすくなっています。兄さんのシマノの強肩スタイルは、ゼロでモーションが変わったから。結果的には喧嘩師スタイルが、一番間が少ないんだよな。しかも後半戦は周りが暗い状態での戦闘だから、しっかり動きの軌跡を見ていないと簡単に背後を取られてしまうんだ。一応回復アイテムも少しは落ちてるから、困った時はそれに頼るのも一つの手だね。明らかにゼロの時より兄さんのスウェイのキレが増してるから、一瞬でも目を離さないようにしないといけないな。続いて紹介するのはシマノの2戦目です。この戦闘では部下を連れたシマノと戦うことになり、こちらも仲間を連れています。とはいえあまり仲間には期待できないため、基本的には最後は自分でどうにかしなければいけません。まあ七死のモブだしな。シマノは最初に本刀を持っているのですが、ある程度体力を減らすと素手でのスタイルになります。この戦闘では車に投げつける、専用ヒートを使ってきますが、それ以外は1戦目のシマノと、特に変わりはありません。部下が多いのが前との違いということか。この頃にはカウンター技もある程度覚えていると思うので、慣れているのであれば簡単に体力を削ることができます。シマノはとにかく全ての攻撃が大振りなので、カウンター技を合わせやすいのです。1戦目だとスーパーアーマーで苦戦したシマノだが、終盤ではむしろ倒しやすいボスなのが物悲しさがあるな。次に紹介するのは神宮恭平と MIA カーネルです。ボスである神宮とそれを護衛する MIA カーネル2名の、計3名で構成されているボスです。護衛が面倒なタイプのボスでしたね。その通り、神宮は基本的に距離を取って銃撃をし、接近されると簡単な近接攻撃をしてくる程度のボスなんです。しかし MIA カーネルは3のリチャードソンと同じ、足技主体の近接攻撃をしつつも、銃を撃ってくる強敵となっています。極み版は特に銃でのひるみがきついから、余計に面倒なボスになった印象でした。それだけでなく MIA カーネルは一度復活をし、そこからはナイフでの攻撃を行うようになるのです。この攻撃自体は直線的でかわしやすいものの、スウェイを多用するようになるので倒しにくくなるんですよ。銃撃しなくなったとはいえ、その分違う厄介さが増えるからきつさは変わらないんだよな。一応 MIA カーネルを倒せば神宮だけになるんだけど、極み版だと神宮は気絶攻撃をしてくるんだよね。それもあって戦いが長期戦になりやすくて、多分極みの中では一番面倒なボスかもしれないね。フォーデの胸型とどっこいどっこいだな。最後に紹介するのはラスボスである錦山明です。桐生さんにとって最も忘れられない存在となった、親友にしてライバルですね。錦山もオリジナル版と比較すると、かなり戦闘スタイルが変化しています。オリジナル版と違い手数がかなり増えており、空手やゼロの渋沢を思わせるモーションも追加されてるんです。どれも相手するのが厄介なモーションだったから、それの複合型となるとさすがにラスボスの風格だな。体力もオリジナル版と比べるとかなり増えてて、戦いも長期化しやすくなってるよ。しかも極み版ではボスすべてに体力回復システムがあるから、余計に戦いが長引きやすいんだ。なるべくヒートアクションで、回復を妨害しないといけないわけか。戦闘エリアには武器になるものが大量に落ちているので、壊しやスタイルで一気に削るのも一つの手となっています。しかし錦山は動きが素早く火力が高いので、壊し屋だと速さに対応できずに、一気に削られてしまうこともあります。なので不安な人はラッシュスタイルで、確実に回避して、その合間にじわじわと確実に削る戦法が、一番安全です。ラッシュスタイルは攻撃力が低い代わりに機動力が高いから、困った時はゼロの頃からこれに頼ってたよ。ただ錦山はマウントパンチの、ヒートアクションを使ってくるので、なるべくダウンしないようにしないといけません。ラスボスだけあって、かなり威力が高いヒートアクションなので、QTE が間に合わずに、押し切られてしまう可能性があります。ラスボスだけあって林たちが使ってたマウントパンチとは、火力が桁違いになってるんだね。さすがは桐生ちゃんの兄弟分だよ。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、歴代竜が如くのまとめ動画を投稿しているので、ゆっくり組組員の野郎どもは、チャンネル登録、コメントで、応援しやがれください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。